ございます。おはようございます。スケキリコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、はい、本日はお着物がレッスンの前にいただけるということで、銀座の侍にやってまいりました。銀座侍、ありがとうございます。これからね、着物プレゼントということなんで、はい、もう見ました？着物は。あ、まだ見てないですか？ちゃんと見れてないです。あ、はい、じゃあ楽しみですね。よろしくお願いいたします。では店内へお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。たぬきちです。よろしくお願いいたします。今日プレゼントをさせていただくんですけれども、はい、着物を今日ご用意したのは江戸小紋と呼ばれる着物ですね。で、これなんでこの江戸小紋っていう着物にしたかというと、すごく使い勝手がいいんですよ。セミフォーマルから普段着まで使えてて、はい、結構いいレストランとか、うんうん、ちょっとしたなんかパーティーとかにはすごく使いやすくて、うんうん、で、はい、帯もすごく映えるんですね、うん、なので今回一番皆様がお着物で使うシーンが多いだろう、まあ、踊りの時にも使えるし、うんうん、そのパーティーとか、まあ、普段着にも使えるというので江戸小紋をプレゼントさせていただこうと思いました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、正直ね、結構高い。今回は僕からもうね、自腹なんですけどプレゼントさせていただいて、その代わりね、2年間通っていただくっていうことになっております。はい、ただでも2年間普通にね、プライベートレッスンで、まあ、お月謝払ってって普通のお値段だと思うんですよ。それで2年間通えれば、うん、この着物がね、そのままご自身の元に手に入るということなので、うん、すごいお得なプランになっていると思います。協賛は銀座侍で、僕実はここでアルバイトさせていただいてるからこそ実現できたプランになっております。では早速見ていきましょう、はい、今回ね、ただの江戸小紋じゃないんですよ。江戸小紋の中でも両面染めの江戸小紋となります。持ってないです。持ってないですか？両面染め、両面染め持ってないですか？片面はよくあるんですね。サメコモンって言われるやつなんですけど、で裏も縞柄の両面染めなんですね、はい、でこれのいいところ、普通の江戸コモンって裏が白かったりするんですよ。そうですね、なんですけど、これね、めくれた時にちらっとおしゃれ、そう、裾がね、めくれる時に違う色と違う柄が出てくるので、一重にぴったりの着物を準備させていただきました、はい、これが、サメコモンですね、のピンク、はいはい、で、こっちがちょっとサーモンピンクみたいな色ですかね、裏地が、かわいらしい感じ。そう、すんごいかわいらしい、うん、これはブルーと紫の、こっちが大正アラで、ね、こっちが、そうですね、はい、ありがとうございます。好きな色、あ、本当に良かった。私、紫好きなんです。紫、高貴な色って言われてて、そう、紫ね、そうですね、いいそうで、これどっち表にしてもいいので、はい、こっちが表でこっちが裏がいつもいきます。まだまだいきます。今回5段用意しました。黄緑、綺麗でしょ。なんか結構流行りっぽい色っていうか、若い人たちの流行りの色じゃないですか、ね、そう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 、うん、今やっぱり昔ながらのちょっとね、こういうのはレトロな感じがすると思うんですけど、色もね、日々進化してます。なかなかこういう色ね、若草色とかちょっと明るめにしたりとか、華やかなんですよこれね。で、裏はくすみカラー、最近くすみカラーって流行ってます。そうそうそう、くすんだちょっと渋い黄色っていうんですね。サメ、そうですね、サメで、はい、裏がシマリナで、紫きましたよ。紫かっこいい系ですね。紫の島で、裏が大正アラメですね、うん、これがね、たぶんよろけ島っていう感じですかね、うん、裏がグレーの、ブルーグレーかな、まあグレーの大正アラメの島です。うーん、山っぽい感じ。そうそうそう、
で、これが、上の大小アラミで、裏がちょっとサーモンピンクかな、島の江戸小紋です。そう、フレアはね、何でもある。本当に何にも持ってない一番最初の着物だったら結構ブレーバーねおすすめだったと思います。で、裏のサムピンクだからめくれた時のこのギャップっていうのが結構綺麗な着物なんです。この辺は結構本当日常使いというかなんかいろいろ帯合わせとかそうしやすい、しやすいですね、色考えて。これ着物なんですけど、まあ、こういう染め帯がもしあったとして、うん、こういう感じでね、こういう帯、こういう帯があったとして、まあ、こういう感じで合わせるとかっこいい、かっこいい。まあ何でも、まあ、やっぱりあの江戸小紋なんで、無地っぽく見えるところがいいところなんです、なので帯が何でも映えるっていうのはあります。選びたい方で、決められますかね、教授に。教授に決められますか。しかもね、裏もあるんですよ。裏を表にできるから、ね、そうですね。じゃあ私、黄色がいいなって言ったら、こういうこともできるんですよ。はい。楽しい。困っちゃいます、困っちゃいますね。今持ってる着物じゃない色の方がいいかなと思うので、今お持ちの着物はどんな感じですか。今は無地で持ってる一重はピンクなんですよ。あ、ピンク。なるほど。ピンクはまず。ね、せっかくだったら被らない方が。そうですね。じゃあちょっとこの子は、ちょっとバイバイということで、一旦ね、保留で。でもめっちゃ綺麗。そう、めっちゃ綺麗なんですよ。華やかな色、惹かれる。これ欲しい方は今すぐ入塾していただければ、プレゼントします。でも使いやすいですよ、やっぱり使いやすいですよね、やっぱ華やかな方がね、華やかだけど派手すぎない、そう派手すぎないんですよ、だからめっちゃ使いやすいと思います。絶対使いやすい、何歳でも着れるピンクなんですよね、めっちゃ使いやすそう。これね、こういう感じになります、こういう感じになるので、すごくね、上品な感じ。そうですね、これ金です。裏も可愛いし、裏もね、島はね、ちょっとかっこいい感じになるんですよね。そう、こういう系は結構かっこよくなるので、もし万能を選びたいんだったらやっぱりサメ小紋と、サメ小紋って花三役っていう飾られてるぐらい結構由緒ある柄なんですよ。で、一番この中で無地っぽく見えるんですよね、パッと見。そう他はちょっと結構柄が浮き出てくるんですけど、サメ小紋はどこか見ると本当に無地に見えるので、一番万能、でちょっとフォーマル寄りの柄なので使いやすいかなと。一番鮮やかな色でいうとこれじゃないですか。お、青ね、ちょっと気になってるんですけど。本当に、いやいいと思う。それで綺麗ですよね。ですよね。しかも裏も私の好きなちょっと紫っぽい感じで、こっちが表でもいいなと思うし、やっぱ一重着るのってあったかい時期じゃないですか。そうまだねあったかいんです。そうですね、意外となのであったかい時期ってなるとやっぱ爽やかな色いいなって思います。ピンクも私持ってますけど、そうですね、やっぱピンク持ってるからやっぱ青系か、まあでも全部寒色系なんで、どれもいいなって感じなんですけど、一生着れるものなんだよね、一生付き合っていくって思うとね、いっぱい悩むのも楽しいです。そう、いや、いっぱい悩んでいただいて、今この爽やかなお色が今めちゃめちゃ気になってますが、いや、それいいよね、悩ましいな。めくれた時のね、紫が来る、歩くとチラチラこうめくれる、チラチラ、これ結構かっこいいかな、紫なんで。青いいな。青行きます。青いいな。もう決めちゃいます。テンションがすごいね、可愛いです。可愛い感じになります。で、結構はっきり柄が分かるので、すごい使いやすいです。私結構この辺の色はまあ合わせで持ってるんです。よく使うんですね。この辺の色もやっぱり使いやすいから。使いやすい。私サメ小紋もありますあるんですけど、そうですね、めっちゃ使いやすい。ですけど被るから。被れない方がいい。被ってもいいんだけど、被んない方がいいですよね。大小アラレのものは私持ってないので。いいね、大小アラレ。使いやすさで言ったらめっちゃこっちもいいなって思うし。ただ私はめちゃめちゃ可愛い。いや好きな、テンション上がる方がいい。テンション上がる方がいい。そうですね。これかな。それかな。それですね。そうですね。今。
まあ、あとはどっちを表にするかということですよね。なるほど、そう、どっちを表にするか、うん、ここよ、勢い勢いですね。だったらもう、あの、どっちを着たいかですね、うん、そうですね、うん、さっき吉原さんが合わせてるの見てめちゃめちゃ可愛いと思ったあ、これね、こういう感じで、ね、そうそうそう、ちょっと逆にしてもらっていいですか。こっちはね、結構かっこいい系なんです。あ、シュッとかっこいい系になります。あ、いいですね。白なんでね、すごい上品、上品な感じになる。めっちゃいいんですよね。いや、紫はね、うん、高貴な色なんですよ。紫持ってなかったら紫でも、こっちは可愛いんですよね。可愛いですね。これ可愛いんですよ。ちょっと高貴をうちに秘めた、そう、うちなる高貴をね、うちなる高貴をね、ちょっと秘めていこうかな。うちなる高貴はありかなと。いや、私これですね、多分。お、これを表の、表にして、うん、やっぱ持ってないんですよ、こんな、なんて言うんでしょう、華やかなの。あー、お色が ね、うん、やっぱり、置物屋さんとかも私も行ったりするんですけど、うんうん、やっぱりずっと使えますよっていうので、結構地味めな色をおすすめする人方が多いんですけど、多いですね。でも私、踊りのあの界隈に行くと、うん、やっぱお姉さま方は、あの、なに華やかなの持った気がする、そう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 、そうそうそう言うんですよ。あのね、いつになってもやっぱ華やかな時は華やかなものですよ。で、やっぱりどん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 年齢を重ねて、なんか着れるようにって地味なよりも、うんうん、あの、年齢重ねれば重ねるほど華やかな方がいいんですよね、うんうん、全然。でもこの青とか全然華やかだけど、全然ずっと着れると思う。そう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 、すごいビリッとの原色じゃなくて、ちょうどいい青なんです。すごい、私まで店員さんに言ってました。そう、ちょうどいい青なんです。ちょうどスミスミやん、そうそうそう、まあ、こういうなんかかっこいい色を表にして、逆にあの帯締めとか、あの、そういうので華やかにするとか、帯とかこっちね、華やかにするっていうのはめっちゃありだと思う。うん、これね、うん、これもね、これ2枚目で欲しい、ね、うん、あ、わかりました。でもこれにしたとしても裏が華やかだから、そう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 、いいですよね、うん、絶対これあれやってくださいね、こちらっと見てて、読めるね、そうそうそう、ちらっとわざと見せてくださいなので絶対。やっぱこっちですね。こっちですね。まずはね、こっちだな、うん。最初にやっぱこういう、ね、テンション上がるものを、そう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 、自分で持って、まあ、他に必要になってきたら、うん、まあ、他のものも揃えていくのがいいかなって。そうですね。うん、華やかなやつがいいかなと思いますね。華やかな方がいい。うちなる高級、うちなる高級を見つけていただいて。オッケー。すごい可愛いです。あ、決まりました。決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。決まりました。結構早かったです。結構早かったです。結構早かったです。やっぱこうね、自分で、あの、いろいろ見ていくと、やっぱり、あ、これ気になるなっていうやつありますよね。これでした、私は。これでしたね。うん、でも他の色もめっちゃ、いや、あの、そうなんこう並ぶとね、やっぱ、どうしようってちょっとなります。なるよ。僕、緑好きだから。あー、緑もいいですね。緑のタヌキでタヌキしちゃうんです。緑で好きなの、爽やかでね、いいですね。そう、黄色好きなのね、うん、でも全部爽やかですね。そうそうそう、今回結構爽やか系で、時に、あの、入荷に応じて、そう、同じのがあるかって言われるとなかったりするので、あ、まあ、あの、なるべくご気分には添えるようにはしたいんですけれども、スケキリコさんに、連絡していただいたら、できる限りその色を中心に、集めたいと思いますので、あらかじめ、ね、連絡していただければ、それに沿って商品ご用意しておきますので、そのあとから選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。いやいや、こちらこそありがとうございます。まあ、サメが良ければサメコモンとか、そういう柄でもいいですし、うんうんうん、というのでね、ちょっと、まあ、できる限り、あの、ご要望には添えたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。まあ、こんな感じで、ご自身でお着物を選んでいただいて、あとはちょっと、あの、入塾に関するお約束事とか、はい、を、説明させていただきまして、あとは採寸ですね、もちろんフルオーダーメイドでお作りしますので、お仕立てでお作りしますので、採寸をさせていただいて、1日目の初日のですね、レッスンといいますか、ミュージック初日のイベントとなります。はい、
いかがでしたか？楽しかった楽しかった、よかった、楽しかった。やっぱり着物選ぶのは楽しいですよね、そうですよね、まあ、初めての方もいらっしゃると思うし、もうすでに例えばいただいたりとか自分で持ってるっていう方もいらっしゃると思うんですよね、やっぱり。でもやっぱり自分のやつで完全に自分の、そう、完全に自分です、サイズで、そう、クローダー、もうやっぱり着るのも楽ですしね、自分のサイズの方が。私一重ってあんまり出回ってないんですよ。中古市場とかね、そうなんです、全部合わせなんですよ。だから一重は持っといた方がいい、絶対いいと思います。今で、ね、暑くなってきてるんですよ。で今本当はね10月なんですよ、うん、10月今日12、うん、で本当は合わせの時期なんですけど、うん、気温がねもう真夏日なんですよ、ね、うんうんうん、でまだね朝着てます。あ、そう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 、で、うん、もちろんねお茶とか習ってて、うん、そう、まあ、そうなんですよ。そう、お茶とかね習ってて、そのしきったりっていうか結構ルールが厳しいところであれば、やっぱり今は合わせの時期なので合わせを着なきゃいけないんですけれども、普通のこうおしゃれとかね、おしゃれで着たりとか、あとはそこまで厳しくないお稽古場とかであれば、気温に合わせて着るものは変化していいと思うんですよ。でそう、今寒がりの方だったら今ぐらいから一重、本当はね、本当は合わせっていう人が多いと思うんですけど、今ぐらいだったら一重でもね、そうですね、全然私最近まで浴衣で外歩いてました。いやいや、じゃあ自由で大丈夫な先生です。優しい先生です。大丈夫です。本当にこの塾は完全個人レッスンになりますので、お着物を注文した後にレッスンが数回あります。それはまあスケキリコ先生と相談してどんな内容にするかとかはもう随時その都度その都度先生と相談させていただいて、レッスン内容を決めていただければと思います。そして念願のねお着物が来たら、ご自身のお着物でまずは着付けからとか、もう着れるよって方はね、いきなりね日本舞踊のレッスンでも、はい、いけますので、はい、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。はい、もう本当にそれぞれ の皆様個人個人で状況だったりとか手持ちのものだったりですとかも変わりますし、踊りをパンパンやっていきたいという人もいるだろうし、まあ、お話し合いしてみて、実際お会いしてみて、いろいろとお話し進めて個人個人に合わせたレッスン内容でやっていければと思っておりますので、いい意味でハードルめっちゃ低いと思っていただければ、いい意味でね、そうですね、いい意味で、そうです、何でも聞いてもらえればって思います。一緒に勉強していきましょうという意味でも、はい、よろしくお願いします。では本日はありがとうございます。ありがとうございます。4回目です。ありがとうございました。ではバイバイ。バイバイ。バイバイ。